こんばんは。10月14日月曜日、スポーツの日のバッハプラザです。3連休の最終日、今日山陽オートでは G2 若獅子杯争奪戦の優勝戦が行われました。川口からは中山光選手、佐藤麻也選手、佐藤玲選手、黒川京介選手の4名が出場し、佐藤玲選手が見事優勝を飾りました。スタートは遅れてしまったんですが、内をさばいて見事巻き返し、最後は鈴木博一選手との激闘を制して若獅子杯2勝目ということになりました。連覇を狙った黒川選手は3着、中山光選手は4着、佐藤麻也選手は5着でした。優勝した佐藤玲選手の次節は21日から川口ナイトレース、そして30日から行われる SG 日本選手権オートレースには優出した4名とも参戦します。引き続きご注目ください。今晩のバッハプラザ、明日から開催始まる川口オートの全県情報、そして今日行われた整備経理についてお伝えいたします。まずは川口オートのコーナーです。川口オートのコーナー、中野かな子さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、佐藤玲選手止まりませんね、勢い。すごかったですね。思想も 3.25 一番時計で、はい、すごいスピードでした、うん、今日ロッカーに阿部剛選手、師匠の阿部剛選手がいらっしゃったんですけど、はい、自分のレースよりも緊張したとテンション上がってる様子でしたね。師匠も嬉しいでしょうね。ですね、はい。そして、明日からね、いよいよ川口オートも開催始まるということで、今回さ結構遠征勢ね。そうなんですよ。来ましたね。あまり斡旋されることのない山陽の S 級などもいらっしゃいますので、ぜひ、ご注目ください。それでは明日出走される選手に話聞いてきましたので、こちらをどうぞ。前節が、川口のダブルヘッダーナイトレースで優勝となりましたけれども、はいね、はい、近況の方はどうでしょうか。近況、涼しくなってから悪くないと思います、うん。じゃあ今節も引き続きいい状態という感じですかね。そうですね、前回と同じセットでいきたいと思っています、うん。タイヤなどはいいのありそうでしょうか。タイヤは暑くなくなったので、どれもすごく滑るわけじゃないので、全部使える気がします。じゃあ使えるタイヤの幅が広がっていくと。そうですね、ということなんですね、はい。そしてちょっとプライベートの話もお聞きしたいんですけれども、はい、秋冬したいことお聞きしてもいいですか。秋冬したいこと、なかなか思い浮かばないんですけど、はい、栗とかぶどうとか、はい、なんとか狩りっていうのを、まあ、やってみたいなっていう。いいですね、はい。勝ったことあるんですか、他を。他の勝ったことって言葉もあれですけど、まあ、なんとかがいちご狩り、去年かなんか初めてやって、うん、はい、楽しかったんですけど。じゃあそれで狩りに見せられたと、はい、そうですね、まあまあまあ、まあ、はい、そうですね、はい。じゃあぶどう狩りとかできたらいいですね。そうですね、この秋ね、はい。ありがとうございます、はい。それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします、はい。今節も一生懸命走って優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。そして近況はどうでしょう。近況は、タイヤによってすごい跳ねたりしちゃうので、はい、そこが問題ですね、はい。じゃあちょっとタイヤ選びがかなりこう難しいかなという感じですかね、うんうん。そうなんですよ、うん、はい。ちょっとプライベートな話を聞きたいなと思っているんですけれども、はい、まあ、秋冬にしたいことを教えてくれますか。はい、ブドウが結構好きなので、はい、ブドウ狩りに行きたいですね、はい。いいですね、はい。以前も行かれたことあります。うん、昔は行ったことあります、長野の方に、うん。まあ、じゃあ美味しいブドウをたっぷり食べて。そうね、でもあんまり食べ過ぎちゃうとね、あれ糖質が高いんで。そっか、そうなんですよ。そうそうそう、選手はそういうところ気にしなきゃいけないから大変ですよね。そうなんですよね。うん、はい。で今節なんですけれども、引き続きエンジンはどんな感じですかね、はい。練習行かれた感じ。結構練習行ってセッティングも変えたんですけど、今のところレースでいい着取れる感じのエンジンにはなってないです。じゃあ今節通して調節していきたいなという。そうですね、でも3日間なんで、うん、明日、はい、成績出さないといけないんで、この後もかけて、はい、セッティングします。最後まで調整されると、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、久しぶりに、川口に呼んでもらって、明日から3日間、全力で走ります。毎日車検をちょっとでもいいので勝手に応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。前節山陽で
優勝おめでとうございました。ありがとうございます。少し久しぶりの優勝になったかと思うんですけれども、お気持ちの方いかがでしたか？そうですね、しばらくね優勝できてなかったんで、優勝できて嬉しかったですね。少しずつこう調子は上がっているようなイメージですかね？そうですね、一時よりは、調子良くなってきたんじゃないかなと思います。そしてレースとはちょっと関係ないお話を聞きたいんですけれども、ちょっと涼しくなってきましたので、涼しくなったらしたいことを聞きたいんですが。そうですね、涼しくなってきたんで、ちょっとバイクでツーリングでも行きたいなってちょっと思ってますけど。いいですね、それはもう観光目当てとかじゃなくても完全にツーリングをしに行くっていう感じなんですよね。そうですね、その行った先で、なんかちょっと美味しいの食べてみたいな。いいですね、じゃあちょっと観光というかそういう美味しいものを食べながら、食べてみたいな。そして今節なんですけれども、引き続き消音マフラーになりますが、エンジンの方はどんな感じでしょうかね？前回の、最終日の感触が良かったので、何もせずに、明日の朝乗ってみようかなと思ってます。タイヤもいいのありそうでしょうか？タイヤは、そうですね、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、そうですね、このまま調子崩さずに、選手権まで、行きたいと思います。一生懸命頑張ります。応援お願いします。前節川口ダブルヘッダーのナイトレース優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけ久しぶりの優勝となったかと思うんですけれども、気持ちのほどいかがでしたか？いや、もうそうですね、もう雨で輝くに勝ったんで、もう言うことなしです。そして日中開催の方も、そしてナイトレースの方も優出されたということで、エンジン状態の方はどうでしょう？そうですね、前節の受付にいろいろクランクだったりロッドだったりピストンだったりいろいろ変えて、セッティングがなかなか出なくてね、なかなか乗り味がいまいちだったんですけども、とりあえず優勝戦までダブルで行けたってことは、多分やったことは間違ってなかったのかなと思いますけどね。じゃあ今節もその延長線上でって感じですかね？そうですね、やっと前節ナイトレースで雨のセッティングが出たので、それをベースにやっと乗り味が良くなってくれたので、今日はね、そのまま晴れの当たり付けなんですけど、練習行ったら回転上がってきてる感じがしたんで、そのままでとりあえず明日行ってみたいかなと思います。そして今月の終わりの方にはですね、 SG も控えていますけれども、そういったところを見据えて調整する感じはあるんでしょうか？そうですね、スタートは切れてるんで、ちょっとフリクション減らしちゃうとね、また切れ味変わってくるので、ごっそりフリクション変えて、あとはそうですね、ちょっとずつ、できるだけ、気候がね2週間後なんで、もうちょっと冷え込むんでね、一概には、比べられないんですけども、とにかく2台ね、試走出て上がりも3台出てくるように今回は整備したいと思います。そして涼しくなってきたという話もありましたけれども、永井選手は涼しくなってきて何かしたいことありますか？そうですね、夏場はねやっぱ短パン T シャツみたいなラフな格好だったんですけど、そうですね、着物でちょっとね、おしゃれを楽しむのも一つだし、あとやっぱゴルフですかね、ずっと夏場暑い中ゴルフやってたんで、冬はいつも例年やらないんですけども、寒くて、そうですね、ゴルフも楽しみですね。選手の皆さんと一緒に行ったりするんですか、他の選手？そうですね、ここだと佐藤裕二さんとか、若いとかね、そうですね、全然最近牛澤さんと回れてないんで牛澤さんと回りたいですね。わきあいあいと楽しそうですね。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。そうですね、今節3日間、精一杯頑張ります。永井選手ゴルフの話に、出てましたね。永井選手のインタビューの時にですね、カメラの隣に牛澤選手がいらっしゃったので、そうなんですよ、すごく盛り上げてくださいましたインタビューを。そうだったんですね。さあ、そして、今回気になった選手いましたか？武藤博美選手、前節も優出されています、武藤選手がこの秋冬にしたいことは、北陸に行ってカニを食べることだそうです。おー、いいですね。いいですよね、冬のねカニ美味しそう、日本海の
ね、いいですよね。武藤選手、ここ10ヶ月ぐらいで12キロから13キロ減量されたということで、はい、まあ、前節も、ね、輸出されていますので注目していただきたいなと思いますけれども、うん、小屋敷さんが秋冬したいことありますか？はい、私ですか、はい、私ですね、自転車乗るの大好きなんで、実はつい先日も山梨、長野、岐阜っていう自転車旅をしてきまして、すごいですね、はい、長距離ですよね。400キロぐらい3日で漕いできました。タフですね。そんなことをね、ちょっと涼しくなったらしたいなっていうふうに思います、はい、頑張ってください。ありがとうございます。さあ、ということで続いては中かなのここに注目のコーナーです。はい、はい、今回はですね、最近行われた優勝戦4レース分振り返っていきたいと思います。まずは9月18日の優勝戦振り返っていきましょう。はい、こちらが9月18日に行われました優勝戦、優勝したのは中村幸則選手です。はい、スタートは片野選手が1枠からいいスタート、中村選手は3番手から早めに牛澤選手をさばいて2番手に着きましたね。この日は15時あたりから雨が降りまして、優勝戦前も降ったりやんだりもかなり不安定な天気だったんですよね。選手たちはレース時間の状況を予想して車を準備していくんですけれども、はい、晴れのセットにする人、雨を望んで雨のセットにする人、くっきり分かれた印象でしたね。どちらかにね、こう振ってくれたら選手にとってもね、おそらくある程度準備はしやすいけど、そういう不安定な状態が一番ある意味難しいですよね。自分の得意な方に振っていくっていう選手もいらっしゃる中で、まあ、中村選手としては曇りが良かったということなので、ちょうど良かったかもしれないですね。ちょうどそれもハマったというのもあるかもしれないですね。まあ、でも片野選手もね、抜かれてからかなり下がってましたね。そうですね、まあ、片野選手にとっては地元では初めての優勝を狙う一戦となりましたので、気合が入ってたんじゃないかなと思いますね。準決勝では中村選手は片野選手になかなか仕掛けられず2着で終わってしまったんですけれども、まあ、悔しさ晴らすレースになったんじゃないかなと思います。中村選手、これかなり久々の、ね、優勝ですよね。17年ぶりの優勝ということで、前回の優勝からかなり遠のいていたので、もう優勝はできないんじゃないかと思っていたそうなんですけれども、久しぶりに優勝できて嬉しいし、こんなに老けてしまいましたと表彰式では笑いを誘ってました。いや、でも嬉しかったでしょうね。ですね。はい、選手おめでとうございました。ありがとうございます。17年ぶりの優勝ゴール。はい、続きまして9月30日に行われました川口オートレースクラシックファン感謝祭の優勝戦、優勝したのは佐藤玲選手です。はい、ここも玲選手でしたね。強いですね。この開催は川口所属の選手のみが斡旋されていたので、優勝戦もオール川口となりましたね。はい、森選手がいいスタートを切って、まあ、佐藤玲選手がついていく展開で、ここで捌いていきますかね。そうですね、今2番手に上がる、まあ、森選手もね、本当にずっと輸出してあと一歩というね、希望初 V があとちょっとというレースが続いてますよね。でも楽しみは後にね、取っておくと。そうですね、はい、いい感じでしょう。はい、でここで矢島選手をさばいて先頭に立ちます。1周で早めに先頭に立ちましたね。でここでもうあとは3周逃げ切る展開となりましたね。1人で走っているときはペースを上げたかったけれども、滑りがありあまりペースが上がらなかったということで、まあ、6周回走る練習はあまりしていなかったので、新たな課題も見つかりましたということでしたね。まあそれにしても本当にね、強いですよね。勢いがありますよね。本当ですね。で今回で、まあ、通算13回目、今年5回目の優勝となったわけなんですけれども、2024年の4月16日5ヶ月ぶりということなんですよね、優勝が。まあ、レイ選手にとってはまあ少し久しぶりということで、まあ、気持ち的には5年ぶりぐらいの感じだったということでしたね。いや、全然そんな空いてないよって5ヶ月でもすごいと思いますけどね。いや、そうですよね。はい、でも本人的にはやっぱりもう本当に
に毎回祭、ね、優勝したいという思いがかなりあるんでしょうね、うん、そういった部分が成長につながるのかもしれませんね。この時ロッカーで取材していて、はい、ファンの皆さんとはどういう存在かという話をしていたんですけれども、佐藤麗選手はですね、お客さんは心の支え、人生の支えですというふうにおっしゃっていて、まあ、お客さんなしではレースもできないので感謝しているということでしたね。この時 の, ウイニングラン、師匠の阿部剛選手と一緒に乗ってましたよね。そうでしたね、ひときわ笑顔だった気がしますよ ね, ですね。そしてやっぱり盛り上がるこのファン感、うん、ウィーニングラン前ですごかったですね。もう川口の名物と言っても過言ではないくらい盛り上がりますよね、はい、なんか印象に残った選手いました？私は中野典人選手がですね、ちょっとひらひらのアイドルみたいな衣装に蝶ネクタイつけて、うんうん、で頭にお花が咲いていたんですけれどもいい本人としてはすごく困惑した表情でウィーニングランをしていて、はい、なんか可愛らしかったですね。ねえ、あとやっぱり何と言っても佐藤麻耶選手の自転車ね、なんかちょっと速度遅いなと思ったらまさかの自転車っていうでもやっぱそういう風に本当に川口の選手ね、うん、こうファンを肩を盛り上げようっていうね、うん、そのノリノリな気分っていうのがいいですよね、すごく。そうですね、ロッカーにも選手たちが持ち寄った仮装がずらりと並んでいて、うん、1着取った選手はそこから選んでいくんですけど、もうなんか大喜利みたいな感じになってきてますよ ね, すね、はい、はい、ということで北開催振り返っていきました。はい、続いてですね、10月8日に行われましたダブルヘッダーの優勝戦見ていきます。行きましょう。デイリースポーツ杯、はい、ということで10月4日に行われました川口ダブルヘッダーデイリースの方の優勝戦ですね。優勝したのは加賀谷武明選手。この日もですね、一日中雨降ったりやんだりしてましたね、うん、で優勝戦でも出走路で行われましたね。そうなるとやっぱり一番人気は加賀谷選手。そうですよね、うん、ただここも森選手非常に動いてましたよね。そうなんですよね、最近加賀谷選手ここぞという時に雨を降らせますよね。ですよね、なんかもう本当に天気を動かす力持ってるじゃないかっていうぐらいで。そうなんですよね、持ってますね、持ってますよね。もうすでに先頭に立ってますもんね、はい、やはりこうね、雨となると本当にこの森選手加賀谷選手のマッチレースという感じで、うん、この降雪が本当に非常にはっきり出た優勝戦でしたよね。そうでしたね。まあ、ここからもうね、逃げ切る展開となるんですけれども、まあ、走っている時は後ろで森選手がビジョンを見て後ろに走っているのが見えたということで、まあ、とにかく必死に走ったということでしたね。まあ、でもやっぱりこうロッカー内でもここまで雨が降ると優勝だ優勝だと他の選手も言われているのを見てたので、かなりプレッシャーになるんじゃないかなとは思っていたんですけれども、そのプレッシャーに勝ってね優勝するって言ったところは本当にかっこいいですね。そうですよね、もう本当に一人だけ動きが違うというかねえ、すごいですもんね、雨が降ると。ブルーフラッグを今通過しました。通算29回目、今年4回目の優勝となったんです、うん、今年もうすでに4回ということで、はい、かなりいいペースで来ている感じですね、うん、この後ナイトもね、優出ですから。そうなんですよ、ね、初のダブル優勝がかかってましたね。ね、次のナイトレースがどうなるかということで、加賀谷武明、次の VTR がこちらがナイトレースの方ですね。優勝戦、優勝したのは永井大輔選手です。加賀谷選手も、ね、かなりこう、はい、悔しそうな感じではあったんですけれども、うん、はい、デイレースに引き続き出走路でのレースとなりまして、雨もですねこの時かなり降っていましたね。そうでしたね、うん、1日通してやっぱりずっと雨降ってましたもんね、この日は。そうですね、いやでも本当に永井選手スタートも、ね、良くて、はい、かなりいい状態のようには見えましたけどね、うん、この日のデイレースでは、まあ、4着に永井選手終わったわけなんですけれども、まあ、ロッカーで様子を見ているとデイレース後を調整して練習に行ってまたレースに挑まれる様子が見えましたね、うん、ダブルヘッダーということで選手たちも疲れている中だったんですけど、うん、本当に最後まで調整してレースに挑まれる様子はさすがプロだなと思いましたね、うん、
やっぱりそれだけそのやっぱり雨だと加賀谷選手というのは当然ね他の選手も持ってるでしょうから、うん、ある意味そこにねこう挑戦していくというか、うん、そんな気概がねやっぱ永井選手らしいですよね。そうですね、あのレース前もロッカーでお話伺っていると、はい、ストップ加賀谷したいとですよね、はい、おっしゃっていて結構コメントでもね加賀谷選手をかなり意識したコメントされてましたもんね。そうでしたね。でも雨で加賀谷選手に勝つっていうのはかなりこう自信になるんじゃないですかね。そして4番手は4番山田達也です。この2人ともね、加賀谷選手もそうですけど永井選手もこの後、ね、SG 待っているということで、そうですよね、今月楽しみですね。6番の永井大輔が先頭を走っています。いやぜひね地元の SG ですのでね地元の選手に勝っていただきたいですね。さあ先頭と2番手の距離10メートルになります。いやこれはもう本当に圧勝しっかりと抑えてと、はい、永井選手お見事でしたね。今年2回目の優勝ゴールイン、2着は5番加賀谷武明、3着は1番。改めてやっぱりダブル優勝って本当難しいんですね。そうですね。6番の永井、さあということで、中川のここに注目のコーナーをお送りしました。さあここまで川口オートのコーナー中野かな子さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。